カッパが住んでいたという弁慶堀の現在弁慶堀の川太郎は江戸城の外堀である弁慶堀に住んでいたと言われるカッパ。松浦清山の講師屋はに記述があるもので、名称は妖怪漫画家水木しげるの著書によるもの。その昔のこと、江戸のとある侍に仕える従者が帰り道に弁慶堀のそばを通っていた。すでに、 夜も更け、周囲には、明かりもなく全くの闇であった。ふと、堀の中から従者を呼ぶ声が聞こえた。見ると、堀の中で小さな子供が手招きをしていた。従者は、さては、子供が水に落ちたかと思い、助けるために手を差し伸べた。しかしその子供は、まるで岩か何かのように全く動かず、それどころか従者の方がどんどん堀の中へ、引き込まれて行く。 従者は必死の思いで手を振りほどき、家へ逃げ帰った。家に帰り着いた従者を家人たちが迎えると、従者は放心状態の上、全身がずぶ濡れで、ひどい悪臭が漂っていた。家人たちは水をかけて洗ってやったが、匂いはどうしても通れなかった。翌日になると従者は正気に戻ったが、異様な疲労感に満ちていた。やがて4から5日が過ぎると、疲労感は抜け、 全身の悪臭もようやく消え失せた。一連の出来事を知った人々は、弁慶堀に住む川太郎の仕業だろうと噂したということである。ありがとうございます。